ケメンが集まり、冷や盛りございますか。集まり、集まり、お次が毒盛り、あと盛り、毒盛り、あと2丁です。はい、はい、ニーズデイ、2丁だぞ。次のお客様、創作デイ、創作デイ、もう本当今僕からラーメンを取ったら何も残らないぐらい、もう本当にまあ人生自体もラーメンになってるので、やっぱりいろんなことに挑戦したりして、いろんな経験させてもらって、まあいろいろとこう形になってるっていうのは、まあ全てラーメン絡んで、あの僕の人生というか、もう20歳ぐらいからずっとですし、まあ本当人生ですよね。食べることがすごい好きな少年だったんですよね。クッキングパパとかおいしん坊とかですね、食べる系の漫画もすごいいっぱい読んでて、で そういうのを読むと最後にこう、例えばうどんの回とかだとうどんの作り方みたいなのが書いてあって、兄を起こしてちょっとこのうどん一緒に作ろうとか言って、で小麦粉とあの水ととかであの足で踏んでみたいなのを小学生ぐらいの時からやってて、その時から本当に料理が好きだったんですよね。友達の家でこう遊びに行ったりする時も、まあ、あの友達の家の冷蔵庫を漁ってなんか料理しようぜとかもやってましたし、食べる方に関しては近所 その中華料理屋さんのラーメンの違いみたいのをなんかこう家族の食事の時に楽しんでましたね。中学生ぐらいだったかな、近所にラーメンだけの専門店っていうところに初めて行ったんですよ。でそこのラーメンを食べた時に、あれなんか全然違うっていう思いを今でも覚えてて、こんなに違いが出て、あ、こんな美味しいラーメンもあるんだみたいなのを中学生ぐらいの時に知って、その辺からなんか、まあ、ラーメン、うん、結構夢中にどん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 なってって、まあ、食べ比べみたいなのもしてたり、まあ、あとは自宅でラーメンを作ったりして友達に出したりっていうのもよくやってましたし、なんかもう本当こう友達と子供の頃に遊ぶ中の一つにその料理があったり食べるがあったり、でその中にやっぱりなんかいつの間にかラーメンが特に好きなものっていう風になってましたね。2005年に一番初めての麺屋小野というお店を市ヶ谷にオープンしました。結構ちょっと壮絶な思い出になるんですけども、初めて作ったスープがあの次の日オープンしようと思って大量に作って、翌朝来て味見したらめちゃめちゃ酸っぱいんですよ。なんでだ、昨日の夜は美味しかったのになんでだとか考えて、当時ラーメン屋さんがあの辺全然なかったんで、こだわってるラーメン屋さんが来たっていうことですごい並んでたんですね。もうちょっとお客様には申し訳なくて出せないっていう思いで、ちょっと外に出てあの並んでるお客様に頭下げて、すいません、今日のスープは納得いかないんで、あの申し訳ないんですけど今日はお引き取りいただけますか、あのまた美味しくなったらあのすぐにあのオープンさせていただきますんでって言って帰ってもらったんですね。3日間ぐらい猶予いただいて、でその間に改善しようということでやってたんですけど、断ってお客様を帰らせたっていうのが口コミでものすごい広がって、でもうものすごい行列がその3日後に来てですね、でなんかすごい期待値はあった中で、まあ、3日間の改善を繰り返したんですけども、それをまあお客様に出してったんですけども、その常温に置いたまんまスープをどんどん汲んでって、ずっと沸かしっぱなしのスープなんでどんどんこう味が落ちていくんですよ。でそういうのも分からないまま営業してずっとお客さんに出し続けたんで、本当なんかドブみたいな味がするなこれって、なんかもう吐いて帰っていくお客様とか、もう結構本当最初はすごい大変でした。このままじゃまずいし、まあ、やったからには絶対成功させたいっていう思いもあったし、
まあ、ただもうあの軍資金として貯めたお金っていうのはもう工事とか厨房品とか全部購入してたんで、もうほぼなくなってる状態で、どうにかしていくしかないっていうことで、もう1ヶ月ぐらいほぼ泊まり込みみたいな日が続いて、まあ、ちょっとシェフをやってる先輩とかにまあちょっと相談して、なんかこういう風になってきてるんだけど、なんで味ってこんなに変わっていくんだっていう話を相談したりして、まあ、そしたらまあ答えは簡単で、やっぱり一番美味しい状況を保つには、もう完成した時点ですぐに氷水で冷やして美味しい状態をキープする、で冷蔵で保管するっていうのがまあ基本なんですけど、もうそんなことも知らないで始めたんで、もうやっぱりどんどんその熱々のスープを冷蔵庫に入れて、もう明日来たらそれを出そうって考えてやってたんですよ。まあその辺の基本の調理知識とかもないままにオープンしてしまったんで、もう本当にまあ当時を振り返るともう恥ずかしい思い、情けない思いでいっぱいですよね。徐々に修正していったので、ある程度美味しくなってきて、で 2,3 ヶ月ぐらい経った頃にちらほら待つお客様が出てきて、ちょっとずつその辺から行列店になっていけたっていう思い出ですね。僕の中ではやっぱりラーメンっていうのはライフスタイルでもあるんですけど、やっぱりラーメンっていうのはみんな、その日本人ってみんなそのこれがラーメンっていうものを持ってると思うんですよね。で特にあのサンフランシスコでお店やった時に、なんていう言葉でそのラーメンを伝えようっていうふうに考えたんですけど、やっぱり定義付けするのがすごい難しいところもあって、一般的にはそのラーメンっていうのは中華麺で、あの麺を打つ時に慣性を使ってるとか、まあ、あの油が入っているものがラーメンだとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、個人的にはもうその作り手がラーメンですって言って出したら、もうそれはラーメンだって思っていて、で特にそのもっと分かりやすく海外の方に広めるためには、今そのラーメンっていうのは丼の中で、こう食材と食材の掛け合わせ、これによってうまみが爆発しているもの、これがラーメンだっていうような定義づけを私はしています。ラーメンクリエイターって名乗り出したのが、まあ、大体今から7、8年前ぐらいに、まあ、初めて多分言葉にして走ってったんだと思うんですけど、もともとそのルーツとしては、市ヶ谷本店の麺屋小野で毎月違う創作麺というのを出し続けてたんですね。で当時お客様で通っていらっしゃった
まあ、それこそ本当のウェブクリエイターさんとかが結構常連さんで仲良くてお話ししてて、ここまで新しいラーメン作り続けるって本当クリエイターですねっていうお客様からの声が僕の中でちょっときっかけになってて、でまあ確かにその新しいものを作っていくのってすごい楽しいし、ラーメンってやっぱり季節感がないので、季節の食材を入れてラーメンにする新しいラーメンっていうのを出すと、やっぱりお客様もものすごい喜んでくれたし、そういう思いがどん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 積もっていって、やっぱりそのクリエイターとして他のラーメン屋さんとちょっとこう、まあ、違うというか、まあ、自分ならではの強みを生かすというか、自分自身に目標立てするっていう意味を込めて、あのラーメンクリエイターって名乗ろうって決意したんですね。そこからじゃあどうしていこうかって言った時に、いろんなラーメンを研究していきたいから、やっぱりいろんなラーメン屋さんをどんどん作っていって、そんな感じでどんどんこう新しい食材とコンセプトを立ててお店を作って、でそれを自分たちで勉強してどん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 研究して、その自分たちのノウハウというか勉強したデータになるっていうのを繰り返していって、いい食材を使って丁寧に作って、でそのお客様をもてなすサービスがあって、まあ、その環境が整っていて、その辺を全部こう追求していくと、やっぱりそういったガストロノミーのようなスタイルになってくるのかなと思っています。具体的にはもっとその食材を知るべきだと思うし、やっぱりラーメンって使われる食材があまりないというか、まあ、チャーシュー、メンマ、ネギ、それにまあ麺が入ってスープがあれば、まあ、ラーメンだよねっていうのがまあ一般的なので、なんかそれ以上になんかこういう食材を使うともっとラーメン美味しくなるとか、生産地を訪れてやっぱりどういうふうにその、まあ、畑であったらどういう思いでどういう土壌を使ってその作ってるのかとか、なんかそういう経験をすることによって、その美味しさっていうのを本当の原理として理解できて、自信を持ってお出しできるようになるので、まあ、そういう表現スタイルをまあ我々としてはやりたい、そのガストロノミーにつながっていくのかなと思います。麺匠で出している塩ラーメンは全部海の食材で作り上げてますので、海を連想、食べていく中で海をイメージするような一杯になっております。塩だれに関しても全部日本各地の海水塩で作っていて、食材トッピングに関してはチャーシューとして大山鶏という浅引きの新鮮なものは使うんですけども、これを昆布締めしてあったりするので、すごいこうスープ、トッピング全てが海との馴染みがよく、食べていく中でどんどんその海からの恵みというか、素晴らしい食材の味をこうストーリーを追うごとに体験していけるような一杯に仕上げております。
ラーメンっていうと B 級グルメとかファーストフードとか、なんかやっぱり体に悪いとか化学調味料すごい入ってるとか、そういうイメージがまだまだあると思うんですね。でただやっぱりもうずっとラーメンを愛し続けて長いので、いいものにしたい、ガストロノミーとしてのラーメンっていうのも一つの選択肢としてあるべきだと思うんですね。やっぱりいろんなガストロノミーのレストランとか行って参考にさせてもらったりもしてますし、ラーメンを食べる時にどういうことを考えながら、どういう思いで、そのストーリーはどういうものがあるのかとか、もっともっと突き詰めて、やっぱり全てにこだわったお店っていうのを作りたいな、まあ、そういったスタイルっていうのがやっぱりガストロノミーになっていくんだろうなって考えていますね。Thank you.